おはようございます、こんにちは、こんばんは、サンロダの花園です。それでは2024年の3月の1日ですね、ポッドキャスト始めていこうと思います。いよいよ3月になりましたって感じなんですけどもね、3月1日と言いますとね、ほとんどの高校ですよね、全国的にかなね、3月1日高校、各高校の卒業式ですよね。もう本当ね、自分も3月1日卒業式だったよなって感じですけどもね。ね、学生さんね、3月1日合格も決まってる、進学の方はね、合格決まってる方もいらっしゃれば、またこれから後期試験とかね、あったりして、まあ、大変ですけどもね、本当ね、自分は私立だったんで、もう2月ぐらいには決まってたんかな。なんでね、高校進学校とか、まあ、自分の学校かだけかもしれませんけども、2月に入ったらね、もうほとんど学校に行かなくていいって感じになったんですけどもね。今からね、まあ、高校進学される方、就職される方、ね、いろんな方面にね、行かれる方がいらっしゃるかと思いますけどもね、とりあえずね、頑張っていけただければと思います。まあ、諦めなければね、なんとかなるかと思いますんでね、自分もね、まあ、なかなかバズらないですけども、とりあえず諦めずね、動画配信ね、続けていこうかなと思っております。ね、もうほんと3月、これからね、だんだん暖かくなってくれればいいんですけどもね、また急に寒くなったりしますんでね、本当体調管理にはね、気をつけていただければと思います。はい、ということで本日はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。またです。バイバイ。